車上生活者は、事業そのままに捉えた場合、自動車内を主要な住環境とする、もの全般を指すことになるが、少なくとも日本語においては、とりわけ、ネガティブな事情を抱えてやむを得ず、それを長期も渡って行うものを指すことがほとんどである。様々な事情によって、住宅で暮らすことができず、自動車を住まいとしているものである。多くは、貧困が原因で、 車上生活を余儀なくされている。駐停車する場所によっては、道路交通法上の違反行為となる。なお、返事や楽しいイベントに際して、車上生活を一時的に行うことは、宿泊することに主眼が置かれ、車中泊、車内泊という別の概念に集約される。車上生活者は、いわゆるホームレスの一種と言えるが、もともと賃貸住宅などで生活していたが、 借金や失職などを契機として、家賃が払えなくなり、住宅から退去させられた結果、車上生活に至るようなパターンが多いと思われる。かつて屋根の下で暮らしていた時に車を所有していたものが、住むところを失った時に一時的に雨風をしのぐ手段として手っ取り早く車上生活に移行するケースが多いと考えられる。その理由として考えられるものを一家に挙げる。 もっとも、理由はそればかりではなく、個々に、様々な事情のあることが分かっている。例えば NHK 総合、クローズアップ現代の2019年11月19日放送会、車上生活社会の片隅で、では、妻に先立たれた7年前に普通乗用車で、車上生活を始めたという元トラック運転手の、高齢男性が紹介され、 夫婦の思い出が詰まっている愛車を手放すことができず、さりとて住宅と愛車と生活をすべて維持していく、経済力はないので、住宅を諦めざるを得なかったと答えた。仕方なく車中泊を続けるうちに、車上生活者になってしまったと言い,い、生活保護を受けようとも思ったが、自動車を所有していることで、受給条件を満たせないため、門前払いをくらったと苦笑いした。他にも、 認知症を患って、徘徊を繰り返すようになった妻がご近所に迷惑をかけてしまうのではないかと心配するあまり、アパートを引き払って、車上生活を始めたという70代の老夫婦もいた。児童虐待を受けてきた20代の男性は、対人関係が苦手で、友人も恋人もおらず、人を避けたいがために、車上生活を始めたといい、とりあえず不満はないとしながら、 このままでいいとは思っていないとも答えた。しかし何と言っても、日本の場合は、治安が安定していること、道の駅という非常に便利でありながら、費用をかけずに利用できる施設が、全国各地に数多く生まれたこと、さらには携帯電話、トランクルーム及びコインランドリーの普及が進んだことにより、車上生活がやりやすくなったことが大きいと考えられる。一方で、 車上生活者は、法規上は、住所不定になるため、郵便物や宅配の荷物及び行政サービスが受けられない、問題もあるほか、進学や就職において不利な扱いを受けることもある。第二次世界大戦後復興期以降、しばらくの間、家を失った者に対して当局が廃車を住宅として提供するという政策が取られていた。 1954年には京都市交通局が京都市電の使わなくなった車両を電車住宅の名で住居のない母子家庭に提供し、アクル1955年には格安、月部払い下の工条券で居住者に払い下げられている。かつては都市部でも駐車禁止の指定のない終焉部にしばしば車上生活者のコロニーを発見することができた。しかし、近隣住民の苦情や 廃棄車両の不法投棄などが問題となり、21世紀初期においては、ほとんどの行動で終日駐車禁止の指定を受けているため、車上生活者のコロニーを発見することは、まずない。都市部に近い河川敷や海岸防砂林などの交有地、あるいは倒産したロードサイド店舗の駐車場などに、しばしば車上生活を行う者が見られることもあるが、やはり管理者などに、 定期的に排除をされているようである。2016年に発生した熊本地震では、家が倒壊して住めなくなった人たちの一部が、車上生活を行うようになり、エコノミークラス症候群などによる震災関連死が問題となった。道の駅は、本来、24時間営業の無料休憩施設であり、宿泊を想定したものではないが、夜間管理体制の緩い一部施設に、 マナー違反者が住みつき、2010年代後期には見過ごせない社会問題に発展した。2019年8月20日には軽乗用車を使って地元の道の駅で車上生活をしていた群馬県大田市出身の女が母親の遺体を車内に放置していたことにより死体遺棄の疑いで逮捕されている。女は自分の母親と長男という三世代三人で、 車上生活を約1年間続けた末、車内で亡くなった母親を4日間放置した後、自ら警察に通報したという。NHK はこの事件を機に、関東地方における車上生活者の実態調査に乗り出している。関東地方にあるすべての道の駅における過去5年間の目撃例もデータ化しており、それによると、北、関東を主として36%の道の駅で、 確認されている。常日頃から駐車場を利用されてしまっている道の駅の関係者にしてみれば、高齢の車場生活者が亡くなることは珍しくないという。アメリカ合衆国ではトレーラーハウスで生活する階層が相当数いるとされ、彼らは勤務先に近い都市近郊のキャンプ場やトレーラーハウス専用の駐車サイトなどに定住し、そこから 勤務先や学校などに出かけるというライフスタイルをとっている。日本のようなホームレスの一種ではなく、彼らの大半は駐車サイトを居住地として市民登録を行った歴史とした市民であり、郵便物は駐車サイトに併設されている。郵便受けに投函される。自分たちの子供は地域の学校に通わせ、また選挙があれば投票に行く。 キャンプ場の設備管理者に対して、月々の駐車サイト利用料を、水道料金及び電気料金も支払う。彼らの中には、全米各地を放浪し、先々の土地での労働によって、旅費と生活資金を蓄えては、新たな土地を目指すライフスタイルを持つ者もいる。一方で、駐車サイトを利用しない、トレーラーハウス居住者の多くは、社会階層的に最低限であり、 賃金収入も少ないなど、ホームレスに近い貧困層と考えられている。ありがとうございます。